メディアを再生する、ピーターパン本編、字幕なし、ピーターパンは、1924年のアメリカ映画。ジェームス・マシュー・バリーの戯曲を原作とした、サイレント映画である。2000年に、アメリカ国立フィルム登録簿に登録された。日本では1925年に公開され、キネマ旬報の娯楽映画ベスト10の第3位に選ばれている。主演のベティ・ブロンソンは当時17歳の無名女優で、バリー自身がピーター役に抜擢した。ピーターパンでの成功により、第2のメリー・ピックフォードと宣伝されたこともあったという。1906年11月17日ニュージャージー州、トレントの生まれで、1971年10月19日に死去した。1953年頃、ディズニーがアニメーションのピーターパンを制作中の時にハリウッドに行っていた映画評論家の淀川長春がディズニースタジオの宣伝部長にベティ・ブロンソンが主演したピーターパンの話をしたところ、その場で電話で紹介してもらい、2日後にスタジオで会って直接会話を交わしている。その時は女優業は引退しており、チェーンマーケットを経営している夫と暮らしていたそうである。ありがとうございます。